ちょっと前ね、ちょっと前に本屋に行ったんですね。本屋のワゴンのね、話です。まあ、少し前に本屋に行って、でまあ何かあったら買おうと思って、まあいろいろとね、本屋の店内を探していたらワゴンがあったわけですね。ワゴンっていうのはそのワゴンセールっていうかな。ちょっと安くして売ってるとか、まあ、そういうことだと思うんだけども、まあ、安くはなってないのかもしれないけど、まあ、とにかくワゴンにドカドカっとね、商品本ですねが積んであって、で、まあ、これ、買ってくださいみたいな感じですね、うん、でそのワゴンだけども、女性誌、女性のね、雑誌、女性用の雑誌がほとんどでしたね。だからそのワゴンは女性用の雑誌を集めた、まあ、そういうワゴンだったわけね。もしかしたらちょっと値下げしてたかもしれないけども、おまけ付きの女性の雑誌。雑誌っていうのはその、おまけがついてますよね。おまけがついてる男性のね雑誌もそうだけども、おまけがついてるような、例えばミニポーチとかね、そういう、あるいはそうだな、小冊子とか雑誌に、まあ買うとついてくるみたいな、そういうね、ものですね。ですから雑誌の間にこの段ボール箱みたいなのが挟まれていて、その中におまけがある。でそのままだと段ボール箱は飛び出ちゃうんで、まあ、パッケージされてるとかね、輪ゴムでこう十字に縛ってあるとか、まあ、そういう系統のですね、おまけ付きの雑誌、まあ、子供用じゃないですよ、女性の、大人向けの女性のね、そういう雑誌がドカドカってあるようなワゴンがありました。で私はもちろん男性なんで関係ないんで、スルーだなと思って、あ、これ女性用の雑誌のワゴンセールなんだなと思って、あ、これスルーだなと思ってパッとね、立ち去ろうと思ったらですね、その中にまあなんかちょっと気になるような、顔があって、顔写真っていうかな、顔があって、パッと見るとですね、ロバート秋山ですね、ロバートの秋山の顔があったわけですね、うん。でロバートの秋山ってクリエイターズファイルっていうね、そういう企画をやっていて、まあロバート秋山氏がですね、いろんな人物になりすましていうか、まあなりすましたね、その人物をこう想像してそれなりきるみたいな、そういう、まあ、企画があるわけね。これはまあ検索してもらえば分かると思うんだけども、でその中で女性に扮した秋山氏がですね、雑誌の表紙になってると、はい、そう私は見たわけですね、うん。でああと思って、これもしかしてクリエイターズファイルのそういう一連の雑誌なのかなとパッと見たらですね、もちろんね、このなんていうかな、ワゴンセールの中でこうドカドカと積んであるやつの、一部なんで、全体はよく見えないし透明なんでね、文字も読めないんだけども、どうもですね、雰囲気としてはロバートの秋山氏が、ある女性誌とこのコラボして、雑誌を作ってるというか、雑誌に載ってるというかね、そういう雰囲気の本が置いてあったわけ。私はそうなんだなと思って、でもね、それ見てちょっと私は衝撃受けちゃって、まずなんていうかな、それはさ、パロディなんでしょ、女性誌をパロった雑誌なんですよね。ロバート秋山の女装はですね、そのなんていうかな、女性の中でこうファッションアドバイザーとか、あるいはハウスマヌカンとか、そういうファッション評論家みたいな、そういう立ち位置で雑誌を作ってるわけですから、まあなんていうかな、ガチの女性週刊誌の企画の
雑誌というよりは、それをパロディしたまあ お笑いの雑誌というか、うん、まあどこまでねパロディなのか本気なのかよくわからないっていうのはあるんだけど、まあそれ置いといて、ガチの女性誌じゃないわけだから、そのなんていうかロバート秋山がこの女性誌、女性服飾評論家に扮してそれをこう作ってみたいな、それがまあそういう本なわけね。だから面白がって買ってくださいみたいな、そういう雰囲気なわけですよ。うん。それがね、その雑誌がワゴンセールに出ていたと。で、そのワゴンセールのワゴンの中は全部女性用の、まあ、雑誌、おまけ付きの雑誌みたいな、そういうものだったんですね。うん。で、ちょっと笑っちゃって、まずね、女性用の雑誌とそのロバート秋山氏の表紙になった雑誌、それを一緒くたにしてるってことは本屋さんの店員さんが騙されてると、騙されてるというか勘違いしてると、本当のガチの女性用の雑誌とそのパロディである、雑誌をごちゃ混ぜにして同じだと思ってワゴンに並べてるわけだから、うん、全くなんていうかな、違うわけですよね。似せてはいるけども全然違うわけだから、それがちょっと面白くてね、笑っちゃいましたよね。うん、さすがにね、手に取ってみるとかはちょっとやりづらかったんで、まあ、女性用のね、女性用のコーナーの近くのある近くにあるワゴンだったんで、私の男性がこう物色するのも なかなかね、あるいはデジン持ってくのもなかなかちょっと抵抗あるんで、買うまでは至らなかったけども、まあ、本屋でねちょっと笑いそうになったっていうかね、そういう話です。